なんか大きさあんま伝わらないですね。本日はこちらを食べていきたいと思います。もっと残っています。やばいな。でもいけそうじゃない？いけそう。やばすぎゃー。では食べていきたいと思います。記念すべき、ワンちゃんじゃねえだろ。食べますよ。食べますよ。嘘やで。嘘。って言うじゃん。言うじゃん。なんか別に全然なんか煮卵とか言っても大丈夫そうとか言うじゃん。絶対無理。え、このふわふわ溶かしてもいいですか？あ、いいよ。溶かして。うん、おいしい。イエーイ。だんだんおいしくなってきた。おじゃあ私も行きたいと思います。見てるだけだとね、ただただ本当に食べてるだけの動画なので、ちょっとアフレコ入れていきたいと思います。と前回にペタマックスのペヤングのやつをやったんですけど、あれ全然食べれなくて、3分の2も食べれなかった気がします。半分ぐらいは食べれたんですけど、なので今回はうどんならいける、うどん、あ、うどんか、うどんならいけるんじゃないかなと思って挑戦してみました。ちょっと食べれるかどうか見ててください。10分ぐらい経ってないぐらいなんですけど、もうこの時点で結構脂っこくて、いけるのかな、これやばいかな、やっぱうどんとはいえちょっとやばそうだなって多分思ってますよこの時。でも麺が柔らかいんですよ。きつねうどんのカップラーメンのあれみたいな感じで、コシのある感じのうどんじゃないんで食べやすいんですけど、やっぱ脂っこいですね。うん、どう？うまい、いけます。思うじゃん、思うじゃん。うまい、いけます。え、いける。2人掛けの椅子はあるんですけど、ちょっと3人いるのでこの段ボールに座って食べてます私は。ちょっと行儀悪いですね、すみません。でも本当になんかミスドの食べ放題ぐらいで収めとかないと本当に太るし、これやりすぎたらなんかちょっと系統変わっていっちゃうなと思って、本当にアップするか迷ったんですけど、まあ、一応撮っとこうっていう感じで後輩と先輩と3人でやってみました。だけどまさか完食できると思ってなかったから、もったいないと思ってアップすることにしました。今のやつやばくないですか？これ本当にビビりました。だってこれで亀裂入って割れたらもう全部ドシャーっていっちゃうから。でもちょっと入ってるんですよね、実はこの手前側にひびが。本当に危ない。もう絶対これ、まあ、あんまり真似してほしくないんですけど、食べる人は絶対に持たない方がいいです。危ないです。見ててわかると思うんですけど、やっぱなんか一回にすくう量が、この時点では本当に大きい。一口が大きすぎる。食べるのが早い。でも、この時後輩も、一緒に食べてるんですけど、ちょっと私より遅く食べ始めたんだけど、同じぐらいですね。
強いですなかなか始めました味変を。これは先輩が持ってきてくれた辻田っていうところの七味なんですけど、なんかすごい美味しかったです。これなんか有名なのかな、わかんないけどめっちゃ美味しかった。こんなのにかけるのがもったいないぶっちゃけ普通にもうちょっとちゃんとしたお料理に使った方がいいんじゃないかなってぐらい、この七味で結構かけてるんですよね。全然いっぱいかけていいよって言われたからでもこの七味のおかげで絶対食べれた。私は気を取り直して食べていきたいと思います。それにしてもまだこんなに残ってますね、結構残ってる。この時点で半分ぐらいかな。でも割といけちゃってるんですよね。実はもうおしんことかも食べてるし、でもこういう本当にねしょっぱいものとかないと結構きついです。他のこの YouTuber さんのやつ見たんですけど、皆さん大体辛くしてるかとかでした。でもこれ2つ食べてる方とかもいらっしゃいましたね。絶対無理だな。なんかミスドの何油っこさとまた違う感じ。あ、これ今途中経過です。みんなまあまあ早いです。で奥の先輩はもう食べ終わりそうな感じでちょっと焦ってる感じですでまた七味をかける。もう本当に私このあとめちゃめちゃ顔むくんで、もう体が動かなくて大変だった。まあそりゃこんな塩分と油取ったらこうなるよなって感じなんですけど、でも普段もう今麺とかあんまり食べないし、パスタとかも前より全然食べてないし、うどんも食べてないし、本当に最近食べた麺類はこれだな。どっか行きましたね。あ、そう、もうふやけちゃうと思って、こっからもう自分ペースダウンすると思ったから、取り分けようと思って取り分けてます。これ皆さんやったことありますか、ペタマックス。かなりしんどいですよね。でもなんかわかんないけどやりたくなっちゃうんですよ、新作が出たら。でこれね、何を入れてるかと言いますと、奥の男の先輩がとってもお料理上手なんですね。なんでコチュジャンとニンニクが私の冷蔵庫の中に奇跡的にあったので、それでパパって作ってくれました。でこれを入れたらなんかなんだ、ペペロンチーノみたいな、違うな、それはイタリアンっぽくなりました。でもなんでいつからこんなに食べれるようになったのか本当に分かんなくて、でも食べるのはめちゃめちゃ早いんですよ普段から。美容師だからやっぱ早食いの癖がついてて、なんかやっぱそれもあるのかな。でもこんなに食べちゃってるから本当に朝ランとかだからしてるんですよなんかもう休みの日にねこうやってたまに爆食いしちゃうから、やっぱ運動しないとまずいですねこれからも。そう、今回はチートしたって思われないようにすべて早送りでお送りしています。なのでいつもだったらうわここカットしたいっていうところも全然カットできなくて本当にしんどいいや相当アホですよここでチョコ食べるのはでももうなんか頭がおかしくなってるのか分かんないけどとりあえず違うものを入れたい、とりあえず違うものを入れたいとしか考えてないですこの時私でなんか
この時なんで後輩ちゃんが応援に来たかというと、これが食べれないっていう体だったんですよ。でも食べれなすぎ、前回焼きそば食べれなすぎてもったいなかったから、呼んどこうっていう話になってきたんですけど、まさかの食べれそうっていう。もう意地です。これ食べる。やば。じゃがくらー。絶対に後で払うんで。ちょっと待って。はい、では、私はペタマックス食べれました。いやー。その状態でいくぞって。そんなウキウキみたいな。いや、めっちゃきつい。でも、きついか。富士山登ったよりも達成感だね。絶対食べれないと思った。